10月13日日曜日11時を過ぎました皆さんこんにちはパーソナリティのきなこですここ東急電印都市線タマフラーザ駅から徒歩1分の FM サルースイッツコムスタジオからお届けしますこの番組はきなこと一緒に音楽や気になることに触れていく番組となっております番組は8 4 1ヘルツ FM サルースで放送中 YouTube ライブでも同時生配信中です <laughs> FM サルースホームページトップ画面のところに表示もされていますのでぜひそちらもアクセスしてみてくださいまた FM サルースはスマホアプリ <laughs> FM プラプラでもお聞きいただけますぜひアプリをインストールしてみてくださいねインターネットより JCB a サイマルラジオでもお聞きいただけます。それではきなこと一緒にピアノピアノ始まりです。皆さんこんにちは。<laughs> 元気よくね。いや今日は本当にいい天気で、あの実はですね今この目の前。 目の前でですねパンとスイーツのマルシェが行われていましてですねあのちょっとあの宣伝させていただきますけれどもね10月12日から10月14日月曜の祝日明日までパンスイーツマルシェというイベントを開催しております、えー、各自11時から16時ゲートプラザ1階ステーションコートフェスティバルコートで 開催しておりますけれどもーもうねここにスタジオに来る前からあのすごいパンがパンとスイーツがもう見えちゃって11時から開いたんですからねもう今皆さんもあの行列でねすごいもう今買ってる私は買いたい <laughs> 食べたい、まあ、そんなこんなですけれども秋ですね皆さん。<laughs> 秋といえばやっぱついつい食の秋 ね、運動の秋読書の秋といろんな秋がありますけど私はねついつい食べ過ぎてしまう秋です、はい、いや今年の秋ねこそね高尾山に登りたい <laughs> 高尾山にずっと「あのろ登ろっかな行ったことないなうーん今年夏行こうかな春行こうかなうん」って言ってこうダラ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 して行ってないんですよね。だから 今年こそこのもう涼しくてもうちょうどいいこの温度でね私は高尾山に行ってえ名物なめこ汁があるんですよそれを飲んであの紅葉を楽しんできたいなとか計画しながらなんですけれども船越さん船越さんにとってですね「まるの秋」はどんな秋がこう楽しみというかどんなことをやりたいしたいもう実際にもうやっちゃって。 ねしてるとかありましたらお願いします。はい、<笑><笑>そうですね。はい。ざっくりですが、はい。えー、秋ね、まあ食欲の秋はもちろんね、えー、まあいろいろありますよ。サンマ、サンマ食べました。そういえば。まだ食べてないです。食べました。食べてないですか。食べてない。あ、私はもういただきまして。いましはい。サンマ美味しかったですよ。いいただね、まだなんかこうちょっと細身というか、うん、サンマ。うん さんままだこうな,なんですかねちょっとこうこ小ぶりな感じがであの印象てあ印象だったんですけども、うん、あとはまあ食でいうと松茸,松茸意外と好きなのはね私あの銀南<っ>意外と銀南好きなんですよ私も好です大好きです大好きですねもうあの一丁の葉がねちょっと黄色っぽくなってきててうちの近所のある神社ではもう 銀落ちてましたあいょっとね<い>こう独特なねなかぐわしい匂いがしてきてあなんか秋だなと思ったんですけどもそんなイチョウうん、うん、結構私好きなんですよ秋。うん、であのなんかこう,こう晴れたね今日みたいな空にイチョウってほら青い空とちょっと黄色いこのコントラストがすごく好きでうん、うん、結構写真撮るのもね結構好きだったりするんですけども。うんうんうん いややっぱ今年はね一応ちょっとね長めにというか、うん、あの目でに行きたいなと思っておりまして、うん、まあちょっとさっき調べたんですけど、うん、まあ横浜だったら、えー、イチの名所どこかありますえっとですね、はい、私はイチ,だイチョウだったらですね、うん、馬車道あ そうですよね。いつももうこれからそうこれからね横浜の方はね山下公園そして開港広場日本大通り横浜公園あの辺りがねすごく見ごろになりますのでちょっとね私はちょっとそっちの方にねこの秋行ってイチョウを。 めでたいなと思っております。いいですね。いや、いいですね。はい、そんな感じですね。私の秋は。いや、秋。はい。なんか私は読書とかはあまりね、あ、こんなこと言いたくないんですけれども、絵本が大好きで、なんか今でもね、たまにね。 図書館で子供コーナーの絵本のところに行って、うん、絵本を取りあちょっと最近の子供たちが見ている最新の絵本ってどんなだろうとかねたまに見に行ったりはするんですけれど、はいうん、ちょっとね小説の方をちょっと読もうかなと思っていてなんかおすすめがありましたらあの。 あとで皆さん SNS の方で私に教えてくださいあいいですね <laughs> おすすめの本ねもうねまず何を読めばいいかわからないから始まるんですよねああなるほどそう。でも自分でこうやってなんだろうなこう考えてるのって限度があるじゃないですかうん、うん、でも人からおすすめされるとなんか違う観点でこういろいろ 発見があるから<あ>やっぱおすすめしてほしいですよね欲しい <laughs>、ね、<laughs> 欲しい本当にもうなんか一回頑張って選んで考えすぎて、はい、手に取った本が、はい、あのなんか小説を紹介した本だったんですよ、はい、なんか本なのかなと思って普通にちゃんとした小説かなと思って手に取ったら、はい、小説をなんかこう ピックアップして、うん、なんなんていうんですか解説してる本を買っちゃってそれもねとてもあの読むきっかけにもなりましたけれどもそうなんかあ,あ全然違ったって思ってなるほどなるほど<笑><笑>よく見ないとね、うんうん、よく見て買いましょう皆さんきなこさん的にあの、うん、どんな本あの例えば、うん、えー。 ラブストーリーだったりとかミステリーだったりとか<ー>いろいろあるじゃないですかジャンルでいうとミステリーミステリーミステリーホラーホラーもいいですね <laughs> なるほどなるほどじゃ,じゃあちょっとこうゾクッとするというかそうね,ねそんな感じの小説が じゃあ皆さんリスナーの皆さん <laughs> きなこさんにぜひミステリー <laughs> ホラーの小説のおすすめありましたら <laughs> そ,それかちょっと可愛らしい何でしょう日常に日常のこんなところを見て、うん、なんかちょっとこうくすっと笑えるコメディとかもねうん、うん、あコメディもいいいいかもしれないうん <laughs> じゃあちょっとこうね ちょっと両極端ではありますけれどもそうです、ね、ミステリーとコメディ<端> <laughs> ちょっとこの2つのおすすめがあればってことですよね。はい、<あ>ぜひ是非 SNS の方で後でねあのつぶやきますからねポストポストしますからあのぜひ教えてください,、はい。それでは次はイタリアの,のコーナーです。 こちらのイタリアーノのコーナーでは勝手にきなこが気になるイタリアの情報単語を紹介するコーナーとなっております、えー、ね、繰り返し申し上げますが皆様10月です、えー、だんだんとね、気温も下がって過ごしやすい季節となりましたね、まあ、さっきも言いましたけど読書の秋、食べ物の秋とね、旅行の秋ともね、言われてるしね まる、うん、な秋とはいったもので皆さんどんな秋をお過ごしでしょうかそれか予定ですかおい <laughs>、えー、しいものを食べに行ったり旬のものを食べに行ったり登山をしたりと国内を旅行される方旅行を計画される方もいらっしゃるのではないでしょうか実はイタリアの旅行ベストシーズンは春の4月から6月秋の9月から10月なんです。イタリアは真っ赤な太陽 こう海、なんだろうなサングラス <laughs> サングラスはおかしいな <laughs> もうなんかイタ,いいイタリアといえばってこう聞いたら私は真っ先にこう夏のシーズンをね思い浮かべるんですけれどもあの秋がね一番ベストシーズンなんですってでこの時期は夏ほど観光客で混雑してない場合も多くて、えー、気温もね20度から25度の範囲で日中は暖かく日差しが強いく、えー 朝晩はやや涼しくと、とてもね、快適なシーズンとなっております。まあ、イタリアにも、ここでね、ずっときなこがこのコーナーで話してわかると思うんですけど、日本と同じくね、四季がありますから。日本も紅葉シーズンで、えー、美しい色づいたこう山々を見ることができますよね。で日本はこうなんだろう、もみじとかだったら、こう、なんか赤,赤とか、まあ、ちょっと黄色がかってるのとか。 そういういのは見られますけれどもイタリアの秋の風景はね黄色なんですってあのめったにあんまり赤色のなんかそういったもみじがねこうファーってなってることは少ないらしくてですねあの黄色が主なんですってねあのまたねここのコーナーで紹介したことある言葉「ジャイロ」「黄色」「ジャイロ」「そうもジャイロ」 っていう色がね結構あのイタリアでは大切と言いますか秋といえばジャイロって言いますマ、まあ、そんなねイタリアの秋を今日は紹介しながら単語の方に行きたいと思います日本でも収穫の秋食欲の秋と言われてますがイタリアにも同じ文化があります特にこの時期は各地で収穫祭が行われておりお祭りやイベントでブドウ、オリーブ、キノコ クリトリフなどあ、おいしそう、ね、たくさん美味しいものが食べることがあります、えー、ここでね、語らせていただきたい私の大好きなキノコポルチーニポルチーニ <laughs> そうもうね、ピザとかサラダに乗ってるあのポルチーニね日本名、山鳥だけ <laughs> もうね、秋といえばポルチーニですよ私の中でも イタリアのイメージも私の中ではポルチーニですからえ、まあ、そんなねちょっとポルチーニで興奮しちゃいましたけどイタリア人はよくいろんなキノコを取りにもうね山に行くそうなんですよ。でやっぱりね今の時期はポルチーニとかが結構たくさん生えてるんですでいろんなところにこうふわって <laughs> かわいいあの形が綺麗でなんかもう匂いもとってもなんかもう。 幸せの香りがするあのキノコが生えてるんですよねえ。で、秋と春に収穫を迎えるんですけど、春は虫がつきやすいので狙い目をやはり秋なんですって。ね、もうキノコの王様と呼ばれていますけれどもね、鮮度が良くて引き締まっているものがあれば生で食べれるんですって。もうだから山に行ってさ、あ,あ、ポルチーニ、ポルチーニどこだろうって言って見つけて。 セントが良かったら、まあ、ち,ょちょっとこうど,どうだろうあらあらあらっていいのかないやキノコって洗っちゃいけない,いやどうまあこうちょっときれいにしてきれいにナ,ナイフで削いでもいいそれでそのまま食べられる <laughs> 食べてみたい <laughs> ねもうすいませんあの興奮してねつい <laughs> そんなねあのポルチーニなんですけど栽培が難しくてね野生の森にしか生えてないんです <laughs> で もうだから自然のエネルギーを感じて自分の足で探して取ったポルチーニはどれだけ美味しいことか。ね、うん、この時期私はあのイタリア人とかまあ何でしょうポーランドの方でもね取れるらしいんですけどあのそういったねあのユーチューバーさんがキノコを山に行って取りに行くユーチューブがあるんです。それを浅くて見てます。 ぜひ皆さんも見てみてくださいはい、えー。今月のイタリア語はですねそんな、えー、キノコ狩りをする人たちのことをイタリアではフンガヨーロと呼ぶんですね、えー、フンガヨーロを紹介したいと思います、えー、キノコは単数でフン語複数でフンギって変わるんですけど、えー、それをキノコを狩る方々をフンガヨーロと呼ぶそうなんです、えー、皆さん一緒に発音してくださいフンガヨーロ ふんがよろ <laughs> もう一回いこうふんがよろふんがよろありがとうございます次回も楽しみに 続いてては生歌コーナーナとなっております今回歌う曲はですねディズニーの「レミーのおいしいレストラン」というねディ、あのー、ズニーのレミーの作品の中から「ル・フェスタという「ごちそう」というい、えー、フランス語の歌を歌いたいと思います。いいてください、うん ました。ありがとうございました。はい、ルフェスタンを歌わせていただきました。はい、ここで、えー、一つ宣伝。 プラス、前回のきなこと一緒にピアノピアノのね、おさらいをしつつ宣伝させていただきますイェーイはい、前回ね、あのー、キナと一緒にピアノピアノで紹介したミュージカルレント皆さん、調べてきてくれましたか調べた人調べた調べたよねうんうん、調べたはい、ありがとう <laughs> <laughs> ありがとうそうね調べた方はびっくりされたと思いますこのねミュージカル「レントを作ったジョナサン・ラーソンさんはブロードウェイプレビュー公演初日未明にね動脈破裂のになってしまってお亡くなりになりましたそう35歳という若さでね亡くなったんです。 ラーソンさんのためにとねあの初日の上演は決行されて無事大成功客席からは「ありがとうジョマサン・ラーソン」という大声がもう響いたそうですそして奇跡が起こり「レント」は大ヒットを記録し亡くなった後ラーソンさんはあらゆる賞を受賞しました、まあ、そのことも知った上でレントをね見るともういろんな感情が芽生えて感動2倍 3倍、倍なると思いますそしてなんとなんとタイムリーにきなこはですね初めてミュージカル「レント」をですね挑戦しますはいしかも来週ですうわうわ緊張するそしてなんとなんとあのアーティストのモーリー役でございますねあのレントを知ってる方調べた方とかなんとなく知ってる方もねえこの きなこがモーリンをするのかとねあの自分自身もあのびっくりしてます、ええ、<laughs> 頑張りますはい紹介させていただきますこちらにもねチラシがありますけれども、えー、大学ミュージカル部 OG 団体カルラブによる公演10月19日公演17時から20日13時からあります。 えー、両日ともに30分前から開場いたします。場所は東京のムーブマチアホールです。東京メトロ千代田線マチア駅徒歩1分、すごく近いです。はい。ね。 えー、私はですね大学の時あのミュージカル部に入ってたわけではないんですけれどもね入りたかったんですそうだけどちょっとねお母さんのこともあったしあの家庭事情もありましてあのこう練習する時間をねあの大学に入れなかったりして入れなかったんですだけど卒業してからなんとご縁があってね してみないかと言ってくださってね、初めての舞台頑 <laughs> 頑張ります <laughs> 頑張りりまますすはいあ来週の土日お時間合いましたらまだね予定がない方がいたりねいましたらあ見に来てもいいよって方がいましたらぜひぜひチケットは無料ですのではい、誰でも入ることができます。 予約方法はですねネットからお申し込みいただけますきな粉のインスタグラムのストーリー X の固定ポストからも飛べますし公式カルラブの X もありますので後で SNS で、えー、詳細の方を貼り付けます見てくださいまたですねもう一つなんともう一つですねあの宣伝することもございますえはいこちらはい 乗るかな乗ったはいこちら十一 <laughs> 月十日、えー、横浜山手西洋館あ西洋館エリスマン邸の地下ギャラリーにて行われますものづくりサロンのアリッシュの五、えー、年記念にて彩る奏でるコンサートをしますこちらも SNS に情報を出しますのでぜひご覧くださいはいなんとねエリスマン邸でね エエリリススママンンでで歴史のある絵エリスマンテで私歌いいます <laughs> ぜひぜひあの見に行ってくださいなんかいろんなね、あのー、作品も展示されていてこうちょっとプリンセスといいますかそういうなんでしょう雰囲気とともに、えー、お送りいたしますのでよろしくお願いします。ということでねこちら近い方を前にいたしますけれども <laughs> こちらね 来週,来週でですすすから頑張ります、はいえー、いやそ,うそうなんですだから11月10日はですねラジオの日なんですけれども、えー、こちらコンサートがあるためにきなこの体はこのスタジオにはいませんが放送はちゃんとされますのでぜひ皆さん楽しみに待っていてください。はい、ということでですねまだまだ時間はちょっとだけありますけれども。 はいありますけれども、ね、ちょっと私はですねもうこのラジオが終わりにつれてこのもう目の前のあのパンがもう気になって仕方がない <laughs> ぜひねあのそのパンとスイーツのマルシェは明日の月曜日まで朝の11時から4時まで開催してますのでぜひ足を運んでください。ね、最寄りは多摩プラザ駅です はい、もうぜひ来てください。ね、すごい賑わってますね。ね<え>ねすごい、いね、すごいにぎわってる。ねえなんか、あのー、結構広く、一二三四五六。そう。まあ、見えるところで、六つのブースがね、ね<え>あるんですけども。たくさんあるんですよ。それが、皆さん、ずっと待ち、町に、ま。 待ってる状態になってます。ね。いや、これはかなり。気になる。夕方ぐらいまでにはなくなっちゃいますよね。五時ま、四時まででしたっけ、今日ね、確か。四時まで。そう、四時までね。そう、なので。明日もね、四時まで。近くの方は、ぜひぜひ。ぜひ来てください。もう、今メニュー表を見てるんですけれども。何が気になりますか。ええ。もう、ええ。 え、このフィリッツァ専門店。えフィリッツァ。セモア。うん、フィリッツァって何ですか。あの。フリッツァだから、フリット揚げてあるんですよね。<ー>揚げピザですね。あ揚げピザ。ピザああ、いいですね。食べたい。食べたい、こちらもなしね。へえ、いろいろありますよ。なんか。ただ、世田谷ブレッドマーケットさん。ドイツパン。うん、ドイツパン。 ね、ああプリンプリ丸食べたい <laughs>。なんか、ね、あのね、こう食欲の秋ですから。ね、いろいろと食べて <laughs>。食べて、皆さんたくさん食べましょう。冬もね、もう食べないと冬越せませんよ。うんうん、ね、は、ま、い、あ、いろいろ考えちゃうだろうけど、でも生きてるうちに食べることが一番です。<laughs> はい、ということでね、えー、お時間がやってまいりました。えー、今回10月の曲は。 小野梨紗さんのカバーの「It don't mean a thing」ともにお別れです。